シニルタでの撮影、シニルタとは、ソニーが開発した、映画撮影用デジタルビデオカメラのブランド名である。映画用 35mm フィルムカメラとほぼ同等の、性能を備える。映画のチネマと、イタリア語で最高を意味するアルタから名付けられている。また、超高精細の 4K デジタルシネマ映像に、対応した商品には、シニルタ 4K の名前が用いられ、 映画館での 4K 上映システムが2007年から販売されている。シニルタはデジタルシネマのコンテンツ制作及び上映に関連する様々な製品にソニーが関したブランド名である。現在ではシニルタブランドはビデオカメラカムコーダレコーダーシネマサーバープロジェクタなどの機器に及ぶ。シニルタカメラはハドカムテープズドカムプロフェッショナルディスクまたは SXS フラッシュメモリカードに記録する。24fps を含む異なるフレームレートでの記録が可能で、横1920縦1080画素の解像度に対応する。ミランダ DVC802 コンバーターとの併用もでき、その場合は SDI、DV や複数の HD が出力可能となる。2000年、ジョージ・ルーカスがスター・ウォーズエピソードに クローンの攻撃が100%デジタルで撮影される最初のメジャー映画作品になると発表した。これを受けソニーとパナビジョンは共同で HD1080p カメラの開発にあたり最初のシニルタカメラであるソニー HDWF900 が誕生した。これはパナビジョン向けに仕様変更されてパナビジョン HD-900F とも呼ばれた。自作 スター・ウォーズ・エピソード3、シスの復習では、解像度、色再現性能が、さらに進化した、ソニー HDC-F950 が使用された。オリジナルの16、9のアスペクト比から、フィルムでは2.35、1に切り取られている。結果的に、垂直解像度の1080ピクセルのうち実際に、使われたのは817ピクセルだけであった。しかし、その後、 キャノンのアナモルフィックアダプターが登場し、これを使用することで画素を失わずに2.35を1で撮影することが可能となった。サルバドールの朝はこのアダプターを撮影に使用した最初の作品である。エルミター受験層は HDWF900 を使用し、HD で撮影された。情報は 日圧縮デジタルで100分のハードディスクに記録されたため、この90分の作品全体をワンカットで丸ごと収録することができた。撮影は4回行われ、最初の3回は技術的な問題で中断したが、4回目は成功した。この作品の DVD には撮影技術についてのドキュメンタリー映像が特典として収録されている。 この他にシニルタで撮影された映画作品は以下のようなものがある。4K デジタルシネマの撮影ができる機材として2011年9月7日に新開発 8KCMOS イメージセンサーを搭載した業界最高画質のシニアルティフ65カメラを発売した。 CMOS 特有のローリングシャッター現象を抑える、ロータリーシャッターと ND フィルターを内蔵したモデル、F65RS も同時発売。4K 映像の視聴については、ソニー製デジタルシネマプロジェクターが幅広く受け入れられており、全世界で既に約9000以上の映画館へ納入、設置されている。日本国内では、東方シネマズおよびティジョイなど、 大手映画劇場チェーンをはじめとしたシネマコンプレックス映画館とデジタル化の契約を締結しており、上映側では 4K 映像が普及、浸透する環境が整いつつある。シネアルタはフィルム映画用カメラの最大手であるドイツアーノルド・アンドリヒター社の PL マウントを採用しているほか、同社のカメラ用アクセサリーと高い互換性を確保しているため、 映画や CM 撮影現場で一般的に使われているアーノルドリヒター社のカメラに馴染んでいた既存の撮影スタッフにも馴染みやすいという。ありがとうございます。